点火プラグの点検の仕方は、はじめにボンネットと4箇所のボルトを外してからリコイルカバーを取り外します。プラグコードを外し、プラグレンジを使用してエンジンから点火プラグを取り外します。 電極部の焼け具合、損耗の程度を点検し、掃除または交換してください。この点火プラグの点検は、およそ50時間ごとに行ってください。点検後は、ボンネット、リコイルカバーを元通りに取り付けてください。